皆さん、こんにちは。生活充実講座を地域に広げる会、一日の副代表、広報部長の下村です。三原の未来を作る相談会。本日は2024年3月26日です。この三原の未来を作る相談会は、あなたがあなたの得意を使って、誰か貢献し続けるために、三原に作る未来を教えてくださいがテーマになります。今回の動画は、結婚可能経済、というお話をさせていただきます。この結婚可能経済というのは、私が三原発グローバル産業、これは私のプロジェクトですけれども、三原発グローバル産業の中で、一つですね、目標にしている、経済システムになります。これはですね、少子高齢化対策ということがですね、長年日本の中で言われておりますが、全くですね、有効な手が打てておりません。それはですね、まだそこもですね、不十分なんですけれども、お子さんがですね、いらっしゃる家庭に経済的な支援をという、子供が生まれた後もですね、国民、市民の方へのサポートに終始していると。で、なぜですね、少子高齢化が起きたかといいますと、結婚してですね、一緒に生活できるだけの、経済がですね、持てている方が非常に少なくなっているから。で、それはですね、バブル期ですね。バブルが崩壊した後、日銀はですね、時の日本政府の、政策ですね、マクロ経済としての政策の意思決定がですね、間違ったということが、今、日本の少子高齢化が進んでいる日本の現状としてですね、我々が確認できることだというふうに、私は考えています。ではですね、これはですね、三原市長選挙企画として、今回皆様に、お伝えをさせていただきまして、この動画はですね、前回とあと前々回ですね、の三原市長選挙関連ですね、お話をさせていただいておりますので、今回の動画は、その三原市長というところですね、フォーカスを当てた内容ではありませんけれども、三原の未来を作るという観点から、もしですね、三原市民の皆様が、私がですね、構想している政策がですね、魅力的であり、ぜひそういう見晴らしをしていきたいというふうに思われるんでしたらですね、ぜひ、このですね、私の見晴らしグローバル産業プロジェクトですね、応援していただいて、可能な部分では一緒に活動をしていきましょう。ではですね、本題に入ります。少子高齢化対策としての結婚可能経済ですね。これですね、共同体社会の回帰というふうに考えています。人類がですね、地球の表面上に現れたとき、そこにあったのは宇宙ですね。地球を含め、宇宙ですね。宇宙と、あとは共同体で出会ったと。つまり、人類がですね、地球の表面上に現れて、この宇宙と、共同体というのは常にあり続けて今に至る。で、特に前回の動画でお話ししましたけども、人類がですね、今のような社会的な課題をですね、抱えている理由は、非造物ですね。非造物。人が作ったものという非造物ですね。このですね、
脾臓物に非常に影響を受けている。で、この脾臓物によって、世界中のですね、いろんなところに住んでいらっしゃる、まあ、私もね、三原市に住んでるんですけども、住んでいらっしゃる方々が、その地域に住んでいない人のですね、影響を、まあ、強く受けるような、まあ、現状になっていると。で、なぜですね、そういう状況になっているかということを、まあ、世界中の人が知る手がかりが、まあ、人類史と世界の仕組みであり、お金がですね、どこから来てどこに行くのかという事実を知るということですね。で、それを積極的に早くですね、すべての人が知るための、まあ、一つの方策としては、まあ、ここに書かれているテーマですね。これを世界中の人が、まあ、当事者、世界の当事者であり、人類の当事者として、まあ、自分の言葉で、まあ、語れるように。で、私は宮原津グローバル産業の中で、世界中のですね、小学生が、この問いを、受けたときに、まあ、その小学生が自分の言葉でですね、答えられる教育を提供するということをですね、三原発グローバル産業の中で、すでにそれは取り掛かっています。で、まあ、その非常物、不要な非常物ですね。例えば悪魔崇拝とか、まあ、お金とかですね、暗殺ですね、まあ、戦争ビジネスもそうですし、ワクチンビジネスもそうですし、まあ、環境ビジネスもそうだというふうに、私はですね、今考えているんですけれども、そういうものは、世界中、あらゆる地域ですね。あらゆる地域で、そこに住んで、いない人がですね、世界中のあらゆる地域の人に、影響を及ぼしていると。それはそういう、その影響を及ぼしている人が、まあ、世界のためにですね、独り占めしたいと、まあ、人類を支配したいというふうに、まあ、考えている。いうふうに私には思えるんですけども、あなたはどのようにお考えになっていらっしゃいますでしょうか。で、そういうですね、悪い影響を及ぼしている非造物というものをどんどんなくしていってですね、共同体社会に戻っていると。で、それがですね、少子高齢化対策としての結婚可能経済ということです。で、その話をですね、ここに書いてある順番で皆様にお伝えさせていただきます。これはですね、これです。で、まずですね、地域マクロ経済です。で、マクロ経済はですね、一応専門家という方がですね、ほとんどいらっしゃらないようですね。まあ、政治家でありですね、経済学者を、まあ、辞任されている方がですね、デフレであるにもかかわらず、インフレギャップで財政シミュレーションだと。それはですね、私は政治家としても、経済学者としても失格だというふうに、私は考えるんですけども、あなたはどう思いますでしょうか。まあ、そうですね、マクロ経済はですね、まだ何のためにあるかということですね。それは、すべてのですね、科学知識技術というのは、すべての人の幸せのためにあるということですね。それで、貧富の差を拡大するためにですね、デフレの時にインフレギャップをですね、使って、まあ、財政シミュレーションをしていたのが、まあ、時の日本政府ですね。で、それは、そのバブルの崩壊直後ですね、緊縮財政ですね、お金を投入しなかった、積極財政を日銀は取らなかったというのがですね、その衝動が非常にまずかったということが、今に強く影響を及ぼしているということですね。そういうことがですね、まあ、日本はそういうことを経験したわけですから、小学生もですね、まあ、そういうことはですね、理解できる、社会ですね、していけばですね、これから起きることも、まあ、未然にリスクをですね、世界の人のにとってのリスクを未然に防ぐことができると
いうふうに私は考えるんですけども、あなたはどう？で、それでですね、いきなりですね、日本社会全体で、そのマクロ経済に精通するというのはですね、まあ、ね、お金がどこから来て、どこに行くか教えてくださいというふうに、ここ数ヶ月間、いろんな人の話をお尋ねしますが、誰一人としてですね、回答できない。ここまで高等教育はですね、まあ、提供できている、日本社会においてはそういう状況。ですから、まあ、日本にかけるですね、世界中の国で小学生がその質問に答えることができればですね、まあ、ひどいことをしてきた人たちがいるんですね、ということをですね、まあ、世界中の人たちと共有して、で、まだですね、そういうことをやり続けようとしている人は一体誰なのかと。ね、まあ、昨日やったやり方をね、今日もやり、明日もやるということをやってるから、まあ、その呪縛から逃れられないかもしれないですし、まあ、利権にですね、しがみついて、この世界中の人から搾取するような管理通貨制度をですね、まあ、いつまでも続けたいというふうに、まあ、頑張ってる人がですね、世界中のどこかにいるかもしれないと。で、そういう人は特定してですね、やめましょうということを世界中の人がですね、まあ、説得して、いくという、まあ、未来をですね、まず三原から作っていきます。これチームなんですね。で、これはですね、まあ、結局は、ここに書いてあることで全部、まあ、地域マクロ経済に関する、まあ、要素として、考えてください。で、この経済学者の人はですね、要は長年かかっての経済学の中で、まあ、先人たちがですね、研究し、まあ、主張してきたことをですね、まず頭に入れて、で、それをまあ発展させていくっていう頭しかなくてですね、それが現実の社会に、マッチしてるかどうかっていうことってね、ほとんどね、なんか関心がないんじゃないかというふうに、まあ、私には見てております。ですから、テレビやですね、新聞で、その経済学者だというふうに、まあ、肩書きでですね、まあ、緊縮財政はですね、が必要なんだとかですね、国債は国民の借金なんだということをですね、いまだに主張し続けるような経済学者の人は、私は多分ですね、まあ、そのマクロ経済を使って、国民、全員がですね、まあ、豊かな時間を過ごすというところにですね、ご自身の関心がない方であるというふうに、まあ、私には見えます。あなたはどう思いますか？次、オンデマンド分散政策です。で、まあ、人類はですね、まあ、身体機能、体の機能をですね、道具として外部化するという技術を持ちですね、たくさんの道具を作ってきました。で、ついにですね、知能ですね。知能も外部化するというレベルまで来ています。で、私もですね、私と同じに考えられる人工知能は1990年からですね、構想を持って、まあ、開発をしていてですね、ぜひですね、三原を中心とした地域で、私と同じ考えられる、まあ、量子人工知能を開発して、この地域マクロ経済を、その地域の人々の負担を軽くしながらですね、軽くし続けながら回すという社会システムを三原市の皆さんと一緒に、まあ、作っていきたいなと思います。で、オンデマンド分散生産というのは、今ですね、皆さんもね、グローバル企業という言葉をお聞きになれたこと